か。はい、今日はですね、ビヨンズの武道館公演が4月25日です、月曜日ですね、ありましてですね、皆さんも行かれる方もいらっしゃると思いますけども、まあ皆さんは大体ね、バスとかで、まあ、新幹線、金持ってる人は新幹線なんだよね。でまあまあ時間に余裕がある方は高速バスで行かれる方がいらっしゃると思いますが、まあ、車で行かれるって方もいらっしゃると思います。で今までは武道館の近くに、まあ、首都高の出口があるんで、まあ首都高でビューって来てたんですよ。で、ま、首都高つけばもう迷わないで行けるので、まあ、便利だったんですが、皆さんご存知の通り首都高速の料金が上がりましてですね、4月1日からはですね、軽自動車と二輪が1590円上限がね、で普通車が1950円上限、中型車2310円ということになりました。でこれは ETC がついてない車、現金払いの車です。現金払いの車大体もう各料金所から料金所、一般ゲート入れて問答名でこの値段取られますので、ETC ある人はETC で乗った分の距離分だけ取られるんで、まあ安いんです。だから ETC がある人は別にいいんですよ、首都高を使っても。でも ETC がない人ね、そうめったに高速なんか乗らねえぞと、乗らないと ETC を機械入れるほどでもない、そんなにめったに高速とは乗らない、遠征の時ぐらいしか高速は使わないっていう人がいらっしゃる、いるわけですよ、私みたいなのが。でこういうの場合はね、まあ首都高速使うと問答無で、まあ2000円弱ぐらい取られちゃうんですよね。で今日日2000円なんていう値段はですね、まあグッズの写真で何枚買えるかっていうことでですね、ハロショー行って2000円使いますよ、買い物しようなんて言ったら結構買えますよね。でどうしたら節約したいわけですよ。で、なのでまあ、今回は首都高を使わずに武道館に行く方法を伝授しようかなと思います。でまあ一番多いのが東名高速からなんですけど、東名高速だと、東京インター洋画ですね、東京インター降りますと環八ぶつかります。で環八ぶつかったらね、2つルートがあって、もう1回は環八を左折して北上して、こっから高井戸一個手前から甲州街道を入って、半蔵門から靖国通り行くルートです。だから25線通ってからわーって行けばね、でどん底の半蔵門こっち東京 FM ホール TFM ホールなんて、とこありますけど、ここを左に曲がればもう武道館ですか、はい、でここにね、結構安い駐車場あるんでね、おすすめなんですね。ここに安い駐車場あります。調べれば分かりますけど、結構安いです。ここの駐車場安いですよ。上限が。で、で中央高速の場合はですね、高井戸インターありまして、東八道路通って甲州街道、でさっき言ったら半蔵門左。で、東名高速、これを通るの嫌だっていう人は、東名高速で環八が一回右折しまして、246の渋谷から大山通り抜けて、三宅坂から左折して武道館に行く方法があります。だから東名高速だと20号線使うか246を使うか2つのパターンがありますので、でですね、はい、で関越道もともと首都高つながってないんで別にどうでもいいんですけど、まあ、一応説明しますけど、目白通り通っていくと、環八環七山手通りって交差します。でこれをどっか、まあ、これって、環八で高井戸の方面に行って甲州街道を使うもよし、途中の青梅街道から中野サンプラザの近所をかすめるようにして新宿から靖国通りとあったり武道館行くもよし、目白通りそのまま通ってきてここから帰ってくるもよし、いろいろ方法があります。で、東北道浦和インターですね、浦和インターがありますね。浦和インターが122号線通って鳩ヶ谷、赤羽通ってこっからですね、北本通りっていう北本通りだっけ、聞いたっけ、通っていくと、大関横丁ってのが出ますんで、こっから4号線に合流してそのまま南下してどっかで左折すれば右折すれば武道館に行けますんで、どっかで右折すればでも、まあ、まあまあまあ
まあこの辺あたりもうなんか分かんなかったらぐるっと回れ ぐるっと回れ、皇居東京駅からぐるっと回ればだんだん着くから どこだっけこれ入り口、首都高日本橋だな。日本橋の前、手前だな。あ、靖国通りな。岩本町で、岩本町の秋葉原ちょこっと越えると岩本町と交差点あるから、そこ靖国通りとぶつかるんで、靖国通りとぶつかったら右に曲がって行けば武道館に行けます。で、常磐道がね、意外にね、常磐道って6号線でくっついてるから6号線だろうと思ったら6号線じゃないんですよ。常磐道ってね、6号線から三郷なんですね。常磐道。三郷なんですよ。三郷はね、三郷からしばらく道路、普通の道路通っていけばカフェがあります。カフェで環七とぶつかるんで、環七とぶつかったら一回右に曲がって4号線ですね。で、降りていただくということになります。足立区のね、なんたか陸橋ってありますか？わかんないですね。ここから降りていただいて、4号線を降りていただくと、あと、岩本町から靖国通りっていう方法があります。割と東京ってね、簡単なのよ。意外にね、東京道路ってね、複雑すぎてわけわかんないって言ってるんですけど、あれ、わけがわかんないような道がいっぱいあるからなんですよ。で、これ、汐留だけ、だって路地なんか通らねえだろ。だって蕎麦屋の手前しか通らねえろ、路地なんてね。杉並区のあの辺のあたりの。通らないでしょ？で、通りともね、道路は全部消すんですよ。消すと大体東京道路ってね、主要道だけ言うと、こんだけシンプルなんですよ。迷わないですから、皆さん。ね、自信持ってきてください。東京道路って大体放射線上で、あと環状道路があって、放射線上に道路がつながってますので、このあれだけ覚えておけば、大体何とかしてたどり着けます、武道館まで。で、首都高を乗れるぐらいの度胸あったら、一般道も乗れるはずです。で、4月25日は月曜日なので、まあ朝はまあ大体混みます。めちゃくちゃ混みますんで、朝、車で来られる方は、まあ、とりあえず朝の7時、8時台は避けてください。都内入るのは。めちゃくちゃ混みます。土曜日ですら混んでますから。びっくりするように混んでます。早朝5時、6時だとそんな車通ってないんで、早朝5時、6時にもう東京、あね、皇居近くの駐車場にリーチめーっていう人は、もうさっさとチェックして行っていただきいいんですけど、もう6時半から8時半までだって、東京都内結構一般道混みますので、あともう、ね、車とチャリンコね、チャリンコだの、スクーターだのって、なんかわっちゃわちゃわちゃって、うっとうしくてしょうがないからね、その時間帯だけなるべく避けるようにしましょう。はい。分かりましたでしょうか、この説明で。とにかく、東名高速は246か、20、甲州街道、中央高速の使う、中央高速で降りる場合は、高井戸から甲州街道ね、関越道は明治道通り、もしくは17、だから17号線、だから全部下で来るんだったら、もう17号線通ってきても、えっちらおっちら17号線通ってきてね、練馬からですね、板橋越えてですね、この辺まで来ていただいてですね、17号線だったら、ハロー署の近くから4号線ぶつかるんだから いいんですよ、別に。東北なんか4号線通っていけば、もう4号線通ってきたね、岩本町で靖国というか、右に曲がるだけですから。だって、曲がる回数1回だけよ。岩本町の交差点を靖国通りこっちって右折の表示が出たら、もう曲がればいいんだから、あと曲がってたらまっすぐ行きゃ武道館行くんだから、こんな簡単な道路ないよ。もうね、6号線ちょっとややこしいんですね。常磐道、6、6、で、常磐道が嫌だって言ったら、6号線取ってくればもうね、浅草のとこからも出ますんで、ね、浅草のとこからね、6号線は、国道6号線はですね、新日本橋の方から来ますんで、新日本橋、これ4号線ぶつかる前にね、あの曝露横山ですね、
バグル横山ね、横山のね、バグル横山のところでね、右に曲がっていただきますとですね、岩本町を突っ切ってですね、靖国通り行けますんで、ちょうど都営新宿線の上を通る感じですね。ね、横山っていう、ね、神田川越えたら右に曲がりましょう。あ、ピッて曲がったんで、神田川越えたら右に曲がると、ここ出ますんで、ここ、ね、靖国通りのこれね。ナビがあれば分かると思いますけどね。うん、まあまあ、意外に皆さん東京の道路はね、複雑だと思いますが、実はかなりシンプルでございます。この私が地図なしで、走れるぐらいですから大丈夫です。はい。以上、今日はですね、ビヨンズ武道館に行かれる方で、首都高を取りたくないという方のためにですね、一般道で武道館に行く方法を、レクチャーしてみました。うん、はい。まあまあ、わかんなかったらね、まあ、ナビで、スマホでナビで今現在地ピッてやれば出ますんで、はい、よろしいかと思います。あと、まあどうしても都内をね、まあ車で走るのはちょっと自信がないっていう方はですね、まあもう郊外に車を止めて電車で行ってもらうしかないですね。まあ、その辺も考えた方がいい。中央高速だったら八王子で車降りて、どっかオリンパスのところに車止めて電車で行くというとかね、東名高速の場合はですね、東名高速は東名町田インターってところがありますんで、町田からですね、新宿線で小田急乗ってくるよし、ね、東北道の方は大宮のところで車を置いて、電車で来ればよしでございます。そういう方法もあります。はい。帰りはそのまま逆ルートで、帰っていただくことになりますが、帰り多分かなりびっくりするくらい空いてると思いますよ。平日なんですけども、うん、まあ盛り場さえ行かないかは大体、まあ、すんなりと帰れると思いますので、皆さん、事故に巻き込まれませんよう、気をつけて武道館まで行ってらっしゃいということでございます。以上でございます。